こんなガットウェイを通じてトクサノールはトラックに積まれた大量の物を組み出していたんだ。トクサノールは廃棄物をガットウェイに隠した。だが周辺全体に染み出したんだ。ガットウェイはいつも吐き気を催す。ここはそういう場所だ。